日は僕の大好きな出前一丁の食べ方でございます。ちょっとネギ油っぽいものをやります。はい、まあ、具はちょっと今回ゴージャスですね。小松菜の代わりにほうれん草だとベストでございます。で、こちらは何だっけ、ナバナじゃなくてど忘れした、なんとかのふりかけ、緑のやつ、はい、それのおにぎりでございます。ごまま出てます。緑のやつね。まあ、とにかくもう食べたいと思います。伸びたら嫌なんでね。いきます。さあ、朝もちょっと頑張って働いたし、お昼ご飯がうまいはずだ。パッ、はい、どうもパテムス協会でございます。というわけで今日はこのおにぎり3個と出前一丁を食べたいと思います。というわけでいただきます。はい、食べます。天かすをね、入れるのがね、私は好きでございます。まずスープから。うん、濃厚になってる。うまい。うん、あ、うまい。出前ってやっぱこのごま油の香りね。あっさり食べたい人はもちろんあのネギ油なんしないでくださいね。こんなにしっかりこってり食いたい人ね、ラーメン焼いても背脂多めとかそういう感じのタイプの人、醤油濃いめとか。うん、うまい。うん、あ、お弁当な感じ。この緑のやつも名前ど忘れしたけど、これなんか弁当感あるわ。この味、ふりかけのやつですよ。ふりかけの緑の、うまい。あのゆかりとかごま塩ってとこ言ってるやつね。なんでド忘れしたんやろ。うん、うめっ。ちょっとひと手間でね、変わるからね、こういう袋麺なんかやりがいがあるよね。うん、これかきたまします。出前一丁今度しようかなと思って、かきたましてみようかなと思って買ってきたんですよ、実は。だけどちょっとまあオーソドックスに、まあ、ちょっと手間かけましたけど。食べてみようかな思って、ノーマルに作りました。ノーマルじゃないけどもノーマルに。うん、ごま入れるとね、なんかちょっとね、ゴージャスとまでは言わへんけど、なんかしっかりしたおにぎりなんですね。これ、このふりかけだけやとね、チープなんですよ。なんやろ、このごまがちょっと入ることによって変わるこの感じ。あ、鮭フレークとかもそうですよ。うん、ほんと
ネギとニンニクと生姜をちょっと炒めたやつをね入れるだけでちょっと本格的な味になるんですよ。あんま多いとダメですね。ちょっとずつね、ほんとちょっとずつを香り付け程度ぐらいに、あの油も多めはダメですね。ちょろっとだけ。今日はね結構うまくいった。たまにねジャック入れてね、ごま油入れすぎた時あるんですよ。捨てるんですけど、その時はちょっと捨てるんやけど、そういう時はね。まあ、油があるかないかぐらい。むしろごま油で炒めたニンニク生姜ネギをね入れるだけでもいいな。うん、昨日晩飯食ってないんですよ昼飯が遅かったからなおさらね、うまい。腹減ってたから。うまいなぁ、札幌一番。じゃあ出前一丁、札幌一番言うてたよずっと俺。出前一丁、ごめん。俺札幌一番言うてたかも。札幌一番好きすぎて札幌一番言うてるかもしれない、出前一丁まで。うん、出前一丁です。あら、ヨットの方です。俺の中では三大袋麺があって、それは札幌一番、出前一丁、あとワンタン麺です。袋麺三大はね。チキンラーメンは入らない、俺の中では。まあ、どこでも売ってるもののシリーズというのはね。まあ、他にはいろいろあるかもしれませんよ。うん、まるちゃん製麺とか、いろいろあるかもしれんけども、うん、昔からあるもの。言うならば札幌一番、出前一丁、エースコックのワンタン麺でございます。まあ、というわけで大変満足いく昼食でございました。日々炭水化物食べてますけど、夜はそれなりに調整しております。パテモス協会でごちそうさまでした。週の中日頑張ってください。